えー、かつて勃発したエベックスの真猫騒ぎに、ちゃんみとしてなおち参加していました。当時、ひろきさんがおっしゃっていた落としどころとは結局どういうものを想定しておられるのでしょうかエベックスは正しく対応できたと思いますかあと、そうだったのみたいな裏話あったりしますか <laughs> えっと、裏話でいくと、あの、すげえムカつくから、こうしてやろうかと思ったって松浦さんにあの、笑いながら言われたって言うのがありますけどね。まあ、あの、松浦さんと今僕仲いいので。 で落としどころは結局そのあのー、エイベックスともめてそのキャラクターの権利がどうこうっていうのでその曲が売れるかどうかっていうのも思つてたのでその商標は取らないけどみんな自由に楽しく話を使ってくださいねっていうのをエイベックスが認めるっていうところが落としどころなんじゃないかなと思ったんですけどただホーム部っていうところはなかなかそれを認めることができないので公式にはそういう形にならなかったので残念だなと思いました。はい